マッチ棒パズル。正しい等式を作るノートレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は9-2=7となり正しい式になりました。第2問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は9-1=8となり正しい式になりました。第3問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は57÷3=19となり正しい式になりました。第4問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は -1+11=10となり正しい式になりました。第5問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は6×2=13-1=12 となり、正しい式になりました。第6問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は110-67=43 となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。